よりですね、酪農畜産農家に、入りまして、こちらで2泊3日体験していただきまして、その後にですね、受け入れ農家さん交代ということで、そのままそっくり畑作農家さんの方に2泊3日の体験研修に入ります。もつ別町全部を知っていただこうというような形で1週間の長期滞在となっております。北海道でのグリーンツーリズムといいますか、体験型収穫旅行というのが今かなりニーズが増えてきております。町としてはもうグリーンツーリズムを含めての、全体的な体験型収穫旅行ですとか民泊という形で、農業に限らずですね、さまざまなカテゴリーをひっくるめた中で拡大していければと思っております。やはり農業のことを、つべつのことを知ってもらういい機会だと思っていますので、わーとか面白いとか楽しいとか気持ちがこう動く瞬間って感じられることって農業者って少ないと思うんですよね。自分たち農業の良さを再確認できるのが僕は一番のメリットなんじゃないかなと。それによって僕たち農業者のそのモチベーションがさらに上がったりとか、もっといいものを作らないといけないんじゃないかとか、もっとたくさんな情報を発信していこうとか、そういうことにつながるんではないかなと思ってます。